やっぱり泳げないのかよ。カバ。カバはサハラ砂漠以南のアフリカ大陸に生息する大型の動物です。体長約 3.5 から4メートル。体重約 1.5 トン。過去には2トンを超える個体も発見されたこともあり、陸上動物としてはゾウ、サイに次ぐ3番目に重いとされる大型動物です。そんな彼らの特徴的な点といえば水中生活に特化したからだ。カバの目、鼻、耳は一直線に並んでいます。これにより顔を少し水面に出すだけで周囲を警戒しながら呼吸することができます。そして鼻の穴は内側の筋肉が発達して自由に開閉することができるため、水中での浸水を防ぐことができます。また、目の表面には膜が張られ、水中でもしっかり物を見ることもできます。そんな中でも最も驚くべき点は水の中でも眠れること。ライオンなどの天敵から身を守るために水中での生活に特化した結果、眠る時でも水中に滞在することが可能になったのです。では、どれくらいの時間潜水していられるのかというと、通常1分、最長5分という短い時間。そんな短い睡眠で済むのかというと、そういうわけではなく、なんと彼らは寝ていても反射的に水面に顔を出し息継ぎをすることができるのです。そんな器用にも水中生活に対応したカバですが、一つ残念な点もあります。それは泳げないこと。カバと水辺はセットに思われていることから、あんなに重い体でよく泳げるなぁと思われがちですが、カバはもちろん水中に沈みます。ではどうやっているのかというと、カバは水中でも地上と同じように地に足をつけて移動して、呼吸をする際は地面を強く蹴って顔を出しているだけなのです。水中で寝ているとき、はっと慌てて地面を蹴って水面に出て、また眠くなって沈むんだなぁと考えるとほっこりしますね。